はスコットランドの元サッカー選手、現サッカー指導者、元スコットランド代表。選手時代のポジションは MF。インバネスに生まれ、リングウールアカデミーに通いロスカウンティ FC の下部組織で首相を務めた。後にスコティッシュフットボールリーグファーストディビジョン所属のトップチームに昇格。2007年1月30日にハイランドダービーの相手となる。 インバネス・カレドニアンシッする FC に同年7月1日から加入する仮契約に合意した。スコティッシュ・プレミアリーグ所属のインバネス・カレドニアンシッするでも移籍後初シーズンから結果を残した。2009年夏にフットボールリーグチャンピオンシップ所属のアトフォード FC への移籍が同年1月29日に決まった。しかし両クラブは移籍金も含めて 冬の遺跡史上最終日に遺跡することで合意したため、半年早く遺跡することとなった。2月14日の FA カップで d ーウィリアムソンに代わって途中出場し、選手初出場。17日にフットボールリーグチャンピオンシップ初出場を記録した。同月28日に異性後初得点を記録した。2011年、 カーディフシティ FC 時代2011年7月1日、同じくフットボールリーグチャンピオンシップ所属のカーディフシティ FC に3年契約で移籍。共にカーディフシティへと移ったマーギー・マッケイ監督がワドホードとの契約延長をしないように説得していたために移籍金はかからなかった。開幕説で移籍後初出場を記録。移籍後初得点は8月23日の フットボールリーグカップで2得点を挙げた。リーグ戦では9月17日に移籍後初得点を記録した。同シーズンのフットボールリーグカップ準決勝が自身の400試合出場となり、この試合を勝利で終えたことで決勝進出、プレミアリーグのリバプール FC 相手に PK 戦にも連れ込み勝利したことでタイトルも獲得した。翌シーズンも25試合に出場しクラブの プレミアリーグ昇格に貢献したが、1シーズンで降格した。彼は、オーレグン・ナース・ウルシャール新監督から契約延長を持ちかけられたが、退団することに決めた。2014年7月に、マッケイ監督についていく形で、ウィガンアスレティック FC に移籍した。2016年初めにハート・オブ・ミドロシアン FC に2年半契約で、加入した。 2017年8月に1年の契約延長をした。2018年8月に古巣のロスカウンティに復帰。2020年6月に引退、そのままロスカウンティのコーチに就任した。2009年10月7日にスコットランド代表に初招集。10月10日の日本代表戦で代表初出場を記録した。 公式戦初先発となったのは2011年9月6日の UEFA ユーロ2012予選グループ I のリトアニア代表戦であった。父のドン・カウィーシニアもロスカウンティに所属したサッカー選手。妻のシェリー・カウィーもサッカースコットランド女子代表。シェリーの双子であるスーザン・ウィンターズもスコットランド代表で、サッカー選手のデイビッド・ウィンターズと結婚している。 ありがとうございます。